東京卍リベンジャーズ。くっそ激烈によくできた売れる要素をこれでもかと詰め込めるだけ詰め込んだ作品。漫画家で当てたいならお手本にした方が良い教科書のような作品。内容は時をかける少女クローズ弱虫ペダルを組み合わせたような漫画。主人公はクズでダメなのび太みたいなフリーターの男。そいつが、タイムリープ能力を手に入れることで、クズが好きだった同級生の女が不慮の事故に遭うのを救うために、その同級生の女殺しに関わっているとされる真相団に入っててっぺん目指す漫画。前半で主人公をいい感じのなんでも最後までやり通さないクズに書いている部分だったりを見せて、読者の気持ちを下げさせててから、クローズを始めるというヤンキー漫画。この漫画のディモールとベネな部分はクローズみたいなヤンキー漫画の場合はどうしても、作画がろくでなしブルースっぽく、2020年で当てるために必要条件である10代から30代の女性の読者を増やせないという部分。この部分を F1 から F3 までが受け入れやすい絵柄で、弱虫ペダルのように大量に様々なアイドルを投入することで、下手な鉄砲も数打ち当たる AKB 商法の確立に成功している部分がディモールベネ。クローズという映画化までした作品は男しか好まない感じの絵柄と内容だったので、それを女性が推し活しやすいようにマイルドな絵柄と大量のアイドルを入れて、しかも鉄板のタイムリープもので包むという本当によく計算されて作られた漫画なのぜ、すげえのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル